今そんな間もなく走ってきた今。頑張ってはるね。あ、そんなことないよ。イベントのタイミングでツイッターバグってるの痛いね。え、ツイッターさ、ちょっと前よりマシになったくない？だいぶツイート見れるようになったし。じゃああとはショーに任せたわ。あのさ星持ってないよって人さ、なんか無料のさギフトが今あんのよ、短冊みたいな。だからみんな全員それちょうだい。それちょうだい、私今見れません。そうなの。私はちゃんと割と今まで通りにツイッターは戻りました。こんばんは。なので、皆さん無料ギフト、あれ無料ギフトならいいでしょ。短冊お願いします。こんばんは、みんな来て、来てる。暑いし、うって言いそう。どこにあるの短冊。え、分からへんねんけどさ、ない？なんかさ、7月3日からのなギフトで、誰か持ってない？ほらあるじゃん、の期間限定のギフトでさ、有料はアニメーションのやつで、無料の方は ただポンって青い短冊があるはずなんだよ。さっきの回でピンクの短冊があったんだよね。それが有料の方で、そうだから、さっき確認したのよ、どんなのがあるのかなと思って見たら、会いたいとかってさ、あ、誰もさっき、会いたいとかめっちゃいいじゃんと思って、珍しくショールームがちゃんとしたギフトを出すっていう、ようわからん、一生覚えられへんお花とかじゃなく、なんかあってん、ちょっと前にピピピのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。ツイッターの投稿はできるけどタイムラインが動かない。あ、そうなんや。あら、他の人の配信を見て短冊をもらうんだって。あ、だって、あ、じゃあ30秒視聴したらもらえる系のやつか。みんなどっかのタイミングで一回星なくなったら行ってきて。短冊欲しい。ニックのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。翔くんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。なるほど、そういうことだったのか。なるほど、そういうことだったのか。なんかのセリフだった名前だから、わしはあったね、スペキツだ。マスオくんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。ファンレベル上がりタイムやな今。あ、そっか、5分おきになるのかな、よう分かってないねんけどな。ふう、に夕飯肉まん、あ、夕飯豚まん、なかなか自分では作らないだろうから冷凍？
かな。宝塚の舞台をテレビで、そんなチャンネルあったの？見てみたかったな。メイクすごいよね。ここギアシバッサイで、私どうね顔をね研究してもね、分かったんです。こことここの幅が狭すぎて、ここのダブルラインを引けないっていう。眉毛もうちょっと上げないと、ここにこういう線を描けない。あとここにさ、アイラインって私いつもここからしか引かないのね。ここからさ引かれたりするとさ、本当に目がちっちゃく見えるからさ、すっごく嫌なんだよね。アイラインといえばここに全部引けばいいって思うなよっていつも思うお、ランクアップしたぞ。よっしゃ、一瞬かもせんけどん？2位まで21万ポイント差ってどういうこと？どういうバグ？あ？どういうこと？あにゃ？埼玉の玉ねぎちゃん、だるまありがとうございます。だるまも久しぶりに見た。こんばんは、ありがとう玉ねぎちゃん、元気？人よさんのファンレベルが上がりました。二見の豚も2回ぐらい食べたことある。美味しかったイメージある。21万ポイントってどうやったら追いつくかな。ちょっとわかんないですね急になんか視聴者が500人ぐらい増えて、みんながブワーって星投げてくれたら、ちょっと近づくんじゃないかな。ガチイベ出るのね。あ、そうなんです。えみちもちょっと前やってたよね。どうぞ私の方もよろしくお願いします。あ、ありがとう。山ちゃんのファンレベルが上がりました。パチ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 。ピンクの短冊、そうこれピンクの短冊ね、かわいい、ありがとう。これ願い事なんて書いてんだろう。何も書いてない。いや、そうだから青の無料のやつ待ってる。えみちは昨日まで。ああ、そうか、それはそれはお疲れ様でした。こんばんは。エッジが効いてて、お顔がはっきりしてた。そうなんだよね。でもね、どうも私はこの多分できないんだよ。プロの人にやってもらったら、ここ線引けんのかな。そう、もうメイクの研究を重ねて重ねてんだけど今。ここはさ、私さ二重幅ちゃんとあるじゃん。なのにさ、アイシャドウさ、ここでこの辺に塗ると、あー、会いたい会いたい、いっぱい来た。誰から会いたいって？山ちゃん、早く会いたいね。今月会えるかな。そうだ、ここにさ塗ったらさ、こう開いたらここにさつくと思うじゃん。それがさ、なんかここの二重をパッて開けたら、ここの皮膚も全部こう食い込むから、全然ね、アイシャドウもなんかもうこの辺まで塗らない。こう目を開けた時にここまで、ね、ここまで、ね、ちょっとよくわかんない。あー、確かに特に男役の人とかもこうでギュンってなって、バッサッギュンって感じだよね。私もね、男役の人のメイクしてほしくてさ、なんか宝塚に行くと、兵庫だっけ、宝塚で本当にそういう施設があるみたいで、ちょっとエリザベートのトートとかやりたい。ツイッターリツイートすればいい。そんな毎回リツイートしなさい。あ、みんなにあのなんかしなさいとか、おいとか言ったりするけど、それは一応私
がそのあの関係値があっての言い方なので、あのびっくりしないでね。初見の人とかに、はい、ぜひ初見の人にあのあぜひツイッターリツイートしてください、あとフォローもお願いしますって言うけど、ツイッターリツイートすればいい、して、それは知れ知れ怖い怖い、しなさい、するの。たまには優しくしてあげた方がいいか、うん、よろしくお願いします。玉ねぎちゃん、だるまに続きハートもありがとうございます。今からハートを連続5ポーズやります。1,2,3、あ、一緒になっちゃった、あれ1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 普通すれば普通する、いやそう、普通の基準は人それぞれだけど、まあ、できればしてほしいよね。数多ければ多いほどいいですから。そんなザッチ君のファンレベルが上がりました、ありがとうございます。ちょっとカタカナ読みにくいけど、初見じゃなくてすみません、どっちから買い打とうしょろうです、あ、どちらか、あ、どちらか言うと、あははね、わらかさんといて初老だって受けるんだけど、ソロニエベ、おもろすぎ、カリさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。アイドルみたいやなって、アイドル、アイドルだったさ、時間濃いじゃん、もうそりゃもう染みついてますわけどね、私ダンス絶対下手になったと思うんだ。いや、なんかがっつり踊ったとかじゃないんだけど、なんかリズムについていけない気がしてて、なんかまずい気がする。2位まで21万5000分、だからおかしいって、何どうしたん、2、1位と2位の人、何、誰がおるん、そんな、どういう富豪か、なんか石油王かなんかいるんですか、どうした、すごいね、そんだけのさ、え、すごいよね、チート怒られる、そんなん言ったら、すごいですね私はもう少しで444日だったね、配信の連続日数がたった一度の寝落ちで途切れましたからね、あれはショックでしたね。正直言ってスペケツのタイミングで絶対途切れちゃうとは思ったんだけど、結構ショッキングピンクだった。あ、その人の貢献度ランキング見れば、え、そう、見てん、見たらやっぱなんかもうちょっとみたいな、え、すごいよ、すごいなって思った、普通に。まあとりあえず3位を永遠キープできたら最強だとは思うな、私は。今帰れまってセブンイレブンやってる、あー、やってたね、ちょっと視力悪くて全然見えなかったけど、私はセブンイレブンで好きな商品いっぱいある、言うわ、食べたことなかったら食べてみて、唐揚げ棒、野菜スティック、あと冷凍のペペロンチーノ、まあそれ一番よく買うかな。あー、あとはあのカップのチャーハン、セブンイレブンの商品じゃないかもしれないけど、とカフェラテですかね、一番好きなのは。
こんばんは。いや、いつかは切れるとはいえさ、とはいえなんか千日とかさ、どういうことみたいな。カフェラテはまだ飽きないですね。飽きないと思います。多分もういいやとは絶対ならない気がする。中毒だって。7月になってとりあえず1週間カフェラテ我慢しようと思ったの。1週間カフェラテ我慢しようと思ったのに、昨日2日ですね、7月2日にスタバでカフェラテを買いました。もう意味がわからん、もう無理よ。だからタバコ今日からやめるとか、あとダイエットは明日からとか言ってる人と一緒、もうお酒飲まへんとか言ってるのと一緒、無理なの。昨日一日で月収の半分以上使いました。君に幸あれ。今月残りどうやって生きていこう。あ、いやでもさ、貯金っていうか、そんな今まで毎月さ、そんな全額使うことはないでしょ。いけるって。大丈夫大丈夫。カフェラテを超えるものは現れそうにないですね。チャーハンと金のハンバーグ。あ、ハンバーグ食べたことない。なんかハンバーグ美味しそうとか思うことはあるけど、セブンでよしハンバーグ買って食べようっていうタイミングに遭遇しない。あと店で揚げたカレーパン、あれ美味しいよ。あれね、もし出会ったら食べてみてほしい。私しょっちゅう出会ってもなんか、カレーパン食べる気分じゃないなみたいな、ずっとあって、でも一回食べてみようと思って食べたらすっごい美味しかったの。痩せようと思って夜食べるのやめて10日経ったけど全然痩せない。めっちゃおもろいやん。ちょっとお腹シュッとかならないの？お腹シュッて。だってさ、ちょっと雨降る正午の時だってちょっとさ食べなかったらさ、カフェラテばっか飲んで、カフェラテとおにぎりとフルーツみたいな、なんかそんな食事ばっかしてたら本当にお腹ぺったんこなったよ。どこが痩せたい？どこの部分痩せたい？お腹だったら割とすぐ痩せると思うんだよ私。足とかなったらさ、ねえ、顔とかむずそうやけど。お、50カウント完了。山ちゃんありがとうございます。すみません、もうほんとしょうもない話ばっかしてる間に真剣に丁寧にいつもありがとう。チートはやめた？チート、うん、してないよ。もうチートでやってないから。いやだから7月から気をつけるから、チートでちっちゃもうお腹痩せる。うん、絶対これは。だってね、一回ね、いつだったかな、あ、6月前半ケーランの時結構シュッとしたんだけどね。おかしいね。だから本当にチートデーのせい。毎月収入と同等かそれ以上のカード請求が来ますって。あ、やばい、それやばいね。なんか見直した方がいいかもしれないね。それが娯楽ならまあまあまあ別として、もしさ、例えばサブスクに加入してるとか、なんかあんま普段使ってないなとか、そういうのがあったらさ、一旦やってみてもいいかもね。まあでも今楽しかったらいいんじゃない。それが貯金やばい、もう1000円しかないとかなったら、もうちょっとそれはさーってなるけど、
まだ間に合うし、今楽しければそれでいい。星集め忘れてたのでプチ50だけですが、どうぞ。ダーガーさんありがとう、久しぶり。なんか最近ランキング名前読んでなかった気がするけど、どうだろう。イーロン・マスクさん反省したと思う。そんなするわけないよ絶対。腹筋の割れは？いい、もうずっと、あ、言った噛んだ今。もう喋らへん、もう言った。うわ最悪、もうやっと口内炎治ったのに口内炎できた絶対今の。うわほら血出た。口内炎なかったのに今の結構がっつり。腹筋はワンパックでいいんですって言おうとしたら、マスオくんのファンレベルが上がりました、ショウくんのファンレベルも上がりました、ありがとうございます。金のボロネーゼも食べてみようかな。けどボロネーゼをね好んであんま食べる人じゃなくて、あーゴミ箱にペン入れちゃった。私ペロンチーノの方が好きなの。毎日チートデイです、イエーイ。いいじゃん、もう好きなもん食べて好きなだけ太る。でもさ、そんななんか毎日同じ食事してたら太らんくない？いろいろあってあんまり来れなくなりました。まあ私の配信時間も遅いからね。まあまた気楽に来てよ、てか来て、1週間ぐらい来てね。え、あレインボースター久しぶりに見た、ありがとうダーガーさん。今日やば、この9時回コメントが溢れてる。ちょっと順番に読むからみんなコメントしといてよ。落ち着いて落ち着いて。落ち着くのはどっちだ。チートデイの代わりにワインガブ飲みで配信してほしい。ちょっとちょっと、そんなもう酔うやん。ワインなんてもう久しく、ワイン、ワイン私いつから飲んでないだろう。最近お酒飲むとしても、あの炭酸リキュールっていうんですか、炭酸が入ってるのは。梅酒のソーダ割りとかなんかそんなのばっか飲んでるから、そんなのばっかって言うほど、このだから風邪ひいてる間は全然飲んでなかった。 SM オペラの期間はほぼ毎日飲んでたし、スペキツの時も大阪に来てから毎日飲んでたけど、そのお酒とともにめちゃくちゃおつまみ食べるタイプじゃないから、そんな体に影響は出てなかったかな。痩せたら見たい。ね、いや本当に私毎回思うよ。だからちょっとさ、だからせめて細い足ぐらい、ショートパンツは今年入って3回ぐらい履いた。そうやっぱさ、私だって太いわけじゃないけど、私ぐらいの体型でも全然お腹出してる人とか、なんか肌の露出激しい人とかね結構いるけど、やっぱ違うんだよね。私はそういうんじゃない。もうなんかもうキュッキュッって なったらな、なったらなって思いながら5年ぐらい経ってる。塩で飲むの？どういうこと、どういうこと、なになになに、どうしたの。こんばんりなっちって、私ごめん、絶対リップは見たけど来ないと思ってた。ありがとう来てくれて。絶対来ないリップの書き方やんって。ほらなんとかよろしくお願いします、分かった行くねじゃなくて、なんとかピエンの絵文字じゃん。
そのリップは絶対もう人ごとやんって絶対思っててごめん、好き、ごめんね。ヤマピーのファンレベルが上がりました、ありがとう。ヒーさんがフォローしました。お、私のアバターにしてくれてる。そうだよ、みんなイベント期間ぐらいさ、ちょっとアバターに個性出してないで、ちょっと私のアバター頼むって、よろしく。ホリッチッチのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。プチ投げ50カウント完了です。アイちゃんありがとうございます。まんま、お子さん元気。見直すのところは神枝さんのところでの、何スクラッチってなんかやってんだ。田んぼで5キロくらい痩せたで、すごいね。ただ暑い日も寒い日も倒れないようにね。ラーメン太郎、あ、知らんの。冷やしトマトラーメン美味しかった。あ、冷やしの季節ですね。トマトラーメンとかいいね。ワインで乾杯したい。ワインね、家にはあんだよボトルが。今愛しのメロン、何愛しのメロンって。愛しのメロン、え、その写真見せて、ショートパンツの。ごめん撮ってない、みんなに見せるようじゃなくて普通に楽しいファッションとして最近、そう普通に行った。マジで感電さっき、ここなんだっけ、愛しのメロン、メロン味そんな好きじゃないんだけど。サントリー、メロンソーダみたいな感じかな。知らなかった、ありがとう教えてくれて。山梨から見ています。うえ、 DJ ヒロ地元のテレビに出演するラッチが見たい、応援してます。やば、それはもう応援してくださいお願いします。ヤンさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。日本酒好きな人は味噌だけを当てにする。俺はウイスキーをビールで割ったやつが好きだぜ、セノリータ。酒を酒で割る、やばいの。どういうこと、ウイスキーをビール、でもまあいけんのか。やば、2位までのさ開きすぎやけど、多分無理じゃない、2位に行くのは。まあいいじゃん。時間が都合つくかどうかわからないの。いいの、もう PN とかに。いいのいいのいいの。行く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 って言っときゃな、こっちは喜ぶね。行けるかわからないの。行く行くって、行く行く詐欺でもいいよ、もう。見に行くでー、言うて。OK とかで、ね。2週完了。あ、山ちゃん、ありがとうございます。なんか山ちゃんしか報告してないけど、みんな行ける？どのアバターがおすすめですか？あー、最新のが私は好きだけどね、あんまみんなつけてないし。特別にアバター変えてきた。え、なんで後で戻すの、いいじゃん。え、ちょっと、え、宣伝して、他のとこ見に行くんでしょ。頼んだ、ユウに頼んだよ。そのアバターで他のメンバーのとこに行くでしょ。で、そのアバターなんですか、ああ、これは NMA 卒業した釧路里奈ちゃんのなんだよ、今イベント中なんだってって言ってみ。そうしたら他のファンの人も気になるやんか。そうやってさ互いに宣伝していこや。ああ、知らぬ間にアバター増えてた。そうよ、知らぬ間に、なんだっけ歌詞忘れちゃった。孤独になんてなりたくない、抱きしめて欲しかった誰かに。この歌で何の曲か分かった人は子さんです。コラコラさん50カウン中、え、待って、カウン中ってことはさ、カウントしてない説あるな、これ。
梅田の新潟を米ってとこで飲む立ち飲みの日本酒。へえ、あ、おにぎりだけでいいかも。新潟お米。へえ、なるほど。2週50カウント終了しました。ソロニエ、なんだっけ、ソロニエベ、ありがとうございます。ソロニエベ覚えたよ。ありがとうね、私のアバターにしてくれて。よくわからんな、ツイッター、ほんま何したいねんな。今まで通りにしとったらええのにな。あ、 MM ちゃんファイト、ありがとうございます。 MM ちゃんファイト。ラスカルじゃん、かわいい。具体的な指示あざす。あー、おじさんにはわからないか。あ、3周できましたよ、音符。ザッチくん、ありがとうございます。お、ヨシアキくんも3周50カウント完了だぜ、セニョリータ。セニョール合ってる？ちゃうかった、ごめん。亀田さんのところで散弾しときます、ありがとう。玉ねぎさんと愛ちゃんが宣伝してるかもしれませんが、ありがとう、みんな優しいね、ほんとに。山ちゃん、これはなんだ、ビーチボールかな。いや、海とかさ行きたいんだけどさ、今年こそって思ったけど、ちょっとほくろのせいでちょっと断念しようかなっていうところだよね。やっぱ紫外線浴びるじゃない、マスクして海もさ、もう意味わからんやん。カウントもしましたよ。何冷や汗かいてるん、コラコラ。カウントしたで、50、ありがとう。そろそろあれはね、みんな短冊、無料短冊ちょうだいや、青い短冊。お、MM さんハートと、なんだっけ、小判、ありがとうございます。小判をね、5個で50じゃなくて、中途半端に4個投げるという不思議な方ですね。日本酒を作った後の酒粕で作った米焼酎、米焼酎。私ね、やっぱね、日本酒、あのミオっていうさ、青いさ、なんか炭酸の日本酒もどきみたいなのあるじゃないですか。あれ一回飲んだ時に、あ、飲みやすいなと思ったけど、やっぱり一口程度でよくて、あんまりね、やっぱ日本酒の、日本酒とか焼酎とか、あんま好きじゃないかなって思った。さっき歌ってたのは軽蔑していた愛情、大正解。でってれれ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 。いやー、私とだから、プール近くのさ、市民プール、スポーツセンターかなんかわかんないけど、なんか行きたいんだよね。泳げんのか知らんけど、泳ぎたい。泳げんのかな、もう無理な気がする。エスコンフィールド、何、野球、野球見んの。横浜のイベント買えますね、やった。競馬で5万当たりました、やった。よっしゃ、すごいやん。これだから競馬やめられないんですかね。え、もういいや、もう5万当たってんから、もうやめときや。でもよかったね、すごいね。日焼けはしたくない、ただ泳ぎたいだけなの。着替えてきました、 ありがとうございます。着替えてきたけど、あ、壇上にはいないと。煽ってる。壇上にはいないですね。マスオくんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。炭酸ピチピチの日本酒、生酒は最高にうまい、大好き。おー、
お酒好きなんやね。こんばんは。大滝エリアさん、ショールームしてんねや。こんばんは、いらっしゃいませ。一番人気がぶっ飛んで後輩とびっくりなっち。あーもうごめん、競馬のこと一個も分からへんねや。ちょっと分からへんねん、ごめんな。でもすごいねんな、よかったね。100円が1万になるのが競馬やで。しゃ、ワクワクしちゃうね。ダーガーさんのこれなんだ、あーレインボースター、ありがとうございます。まもなくあと3分ほどで配信は終わります。終わりますんで、そうですね、まだ星持ってる人は投げてほしいし、50カウントしてない人はお早めに。ギフトも大歓迎です。ビールは朝日スーパードライがうまい。そうなんだ。次は行けたら行く。お、来てくれるってことですね、嬉しい。おいらはうまい酒を飲むためにうまい料理を作るのだよ。おおすごい。あ、やったー、煽られたのでとっておきのレインボー投げますって。いただきました、ありがとうございます。短冊見つけたけどどうやったら貯まるのかわからないので調べてきます。そうだ、無料のね、青い短冊この後ください。なんか多分あるっぽいんで。ザッチ君のファンレベルが上がりました、ありがとうございます。次は23時58分待ってます。あーなんかもうしゃべりまくって、もう喉じゃない、なんか口の中カサカサ。リナッチとなる絶対うまいお酒飲める、そんな当たり前や。リナッチ料理修行はやってる、やってない、洗濯物しかできん。やっと時間あったね、もう終わるよ。ね、何してんの、家事終了。キッズ寝た、息子寝たと思ったら終わりそうやん。終わんねんけど、あと1分でちょっと持ってる星だけパーって投げて。おもろすぎ。かわいい。あ、SM オペラよろしくね。はーい。星3周間に合った人よさん、ありがとうございます。あ、忘れてた。ランキング読まな。いくで。13位からビビビビ、翔くん、ソロネ、何だっけ、ソロニベ、ニエベ。ごめん。ソロニエベ、シモリン、リン。シモリン、リン。シカと並んで、はい。ヤマピー、ホリッチッチ、アポカリプスさん、ヨシアキくん、ザッチくん、ヤンさん、1位がヤマちゃんでした、ありがとうございます。キッズネタお疲れ様。23時58分、まあ遅いけど、皆さんまたお付き合いくださいませ。ヨシアキくんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。